私はソラ、ゲーム好きの中学生。またゲームしてんのかよソラ。ちょっと返してよ。まだこんな古くせえゲームしてんのか。いいでしょ、好きなんだから。俺は兄のテツ、高校生にもなって未だに嫌がらせをしてくる。テツ、いい加減にしなさい。ソラに返しなさい。へえへえ、おっかね、大さんと。まったく、いつになったら落ち着くのかしら。なんなんだから、未だに彼女どころか友達もいないんでしょ。あー、ムカつく。兄は昔からこんな感じで、父も母も参っていた。そんなある日、お邪魔します。ソラんち広い。いな、天井高。お兄ちゃんもいるしね。お父さんが張り切って建てたみたい。え、私もお兄ちゃんいるよ。そうだったんだ。仲いい？うん、普通かな。たまに一緒に出かけたりするくらい。それめっちゃ仲いいじゃん。いいな。うちは兄弟仲最悪でさ、毎日喧嘩だよ。ソラんとこそんな感じなんだ。大変そう。あ、噂をすればもしかしてソラのお兄さん。お邪魔してます、ヒサメです。ゲー、いいよヒサメ、挨拶なんて。早く私の部屋行こう。おいソラ、そちらの美女は。うっさい、話しかけないで。んだよあいつの態度は。たまに話しかけてやったと思ったらこれだ。あー、でもあの子めっちゃ可愛かった。てか美人、なんであんな子がソラなんかと。制服一緒だったし友達。よし、ここは一つ。ソラ、お茶とお菓子持ってきたぞ。けー、勝手に入ってこないでよ。ノックしただろ。すいませんね、妹が騒がしくて。ゆっくりしていってね。あ、はい。優しそうなお兄さんじゃん。本当に喧嘩してるの？いや、なんかいつもはあんなじゃないんだけど。なんであんな機嫌いいわけ？不気味すぎる。女の勘というか妹の勘というか。その後も兄の不自然さに気持ち悪さを覚えることが増えた。っていうか、ヒサメが遊びに来るたびな気が。よーそら、ヒサメちゃんとは仲良くしてるか？今度はいつ来るんだ？好きなお菓子あるか？あ、みんなでゲームするのもいいよな。あのさ、お兄ちゃん、一体何のつもり？というと？急に優しくしてきて不気味すぎるんだけど。何を言うんだ。俺は可愛い妹といい加減仲直りしたいだけさ。何が不気味だ。どこまでも失礼なやつだな。俺はお前とじゃなくてヒサメちゃんと仲良くしたいんだっつーの。黙って毎日ヒサメちゃん連れてこい、バーカ。本音は知らないけどさ、今後は友達と遊んでるときは部屋に入ってこないでよね。ああ、絶対入ってこないで。人が下手に出りゃ調子取りやがって。あいつ昔から勘だけは良かったし、なんか気取られたか。まあいい、そっちがその気なら俺も最終手段に出るまでで。数日後。みや、人類の英知、小型カメラ。これを空の部屋に仕掛けてヒサメちゃんを拝むって戦法よ。これでわざわざ機嫌取ってあいつの部屋に行く理由もなくなったし、最初からこうしてりゃよかったんだよね。あー、小遣い貯めててよかった。犯罪です。その日以降、兄のルーティーンはカメラセット、ヒサメが来た日に回収、またセットの系列なものに。今日もよく撮れて、うおー、足元ギリギリ、太もも最高。お宝フォルダに移動った。その後、兄が盗撮していることなど知らず過ごしていたある日。実はさ、パソコン買おうか迷ってて、スマホだけじゃやっぱ限界あるじゃん。最初はノパソでいいかなって思うんだけど、欲しいやつがちょっと高くてさ。どれ？これこれ、空張りが多くて可愛いの。あれこれ、確かお兄ちゃんが同じの持ってた気がする。マジ？いいの？ちょっと借りて使い心地見てみる？したいしたい。あんま気乗りしないけど、ヒサメが悩んでるし。お兄ちゃん、いないの？しょうがないな、少しの間だけだし、いっか。バスもどうせ使い回しだろうし。さあヒサメ、どうぞ。やったー、ありがとうソラ。なにこれ、私の名前のフォルダ？これは。ただいま。あー、腹減った。母さん晩飯。ヒサメちゃん、久しぶり。つーか、どうした二人揃って。お兄ちゃんさ、このデータ一体どういうこと？いつカメラなんて仕込んだの？けー、 お前勝手に人のパソコン見てんじゃねえよ。最近妙に優しかったのも全部ヒサメの気を引くためだったんだね。あ、これは言い訳すればするほどヤバいやつか。あ、すーまん、つい出来心で。もうしないし、データも消すから。このことは誰にも言わないでくれ。あ、無理だが。言うこと聞かねえと。
お前らの隠し撮りデータ全部ネットにばらまくからな。際どいやつは別んとこに保存してんだよバーカ。おそれってこれのこと？そうだよそれそれ。すでに中身チェック済み。パソコン本体もこっちにある。これでもまだ脅し続ける？ただいま、遅くなっちゃった。ふっざけんな、人の部屋まで勝手に漁ってんじゃねえ。キャー、あんた何してんの。鉄、お前お母さんたち、いいところに。母さんたち、最悪なところに。お先。それで鉄、何か言い訳はあるか？そもそも空が俺を部屋から追い出さずに、ヒサメちゃんと会わせてくれればよかっただろ。そしたらわざわざ盗撮なんて。お前が普段から空に意地悪してるからそうなるんだろうが。あなたが全面的に悪い。半端なお仕置きで済むと思わないでね。パソコンもカメラも没収。あんたが今まで貯金してたお金は口座ごと没収します。残りの高校生活もお小遣いなし。そんな。これでもまだ足りないわよ。残りは追って伝えます。まだあんの？まったく我が息子ながら。明日改めてヒサメさんとこに謝りに行くからね。シャツにアイロンかけてなさい。翌日、この度はうちのバカ息子、お兄ちゃんが本当に申し訳ございませんでした。あの頭を上げてください。私どもとしましてはデータを消していただいて、お兄様とは関わらないようにしてくれたらいいので。はあ、ってことは空とは今後も付き合うってことだよね。なんで余裕。ヒサメちゃんに会えるならどんな理由だって。ただいま。母さん、お客さん来てる？はあ、鉄、何してんの？エンジくん。お兄ちゃん知り合い？知り合いっていうか同級生だけど。マジで何事？おめえそれは行くわ、決勝。二度と俺の妹に近づくなよ。あ、俺マジで高校生活終了のお知らせ。その後、兄は娯楽品を全没収され、空いた時間は家事をする約束で決着がついた。大学中は人通りの雑用を手伝ってもらうからな。花の高校生活が。花の高校生活ってヒサメに聞いたけど、お兄ちゃんクラスでソース感なんでしょ。まあ、もともとぼっちだったから変わりないか。耳に刺さる言葉。逆らったらまた別の罰追加されそうだし。ああ、こんなことになるならおとなしくしとけばよかった。俺の高校生活。自業自得。ヒサメはあんなことがあったにもかかわらずいい友達のままだ。ヒサメ、これよかったら。これ、私が欲しいって言ってたやつじゃん。こんな高いもの。謝罪の品だから気にしないで。お金もお兄ちゃんの罰金から出てるから。ほんとごめんね。ラッキー。ありがとう、そら。今度ご両親にもお礼言いに行くね。うん、お母さんたちも喜ぶよ。あー、でもお兄ちゃんがいるときは絶対呼ばないから。そうして。